設備の整った現代の家庭用台所の例台所とは屋内において調理を行うために設けられた場所である。流し台、加熱調理器、換気設備、作業台、収納庫と作業空間から構成される。台所は、キッチン、厨房、調理場、勝手場、勝手などとも言われる。台所やキッチン、勝手場という呼び方は、 主に一般住宅の調理設備を指し、厨房や調理場という呼び方は、飲食店や給食センターなどの大規模な業務用の調理設備を指すことが多い。日本語の台所の語源は、平安時代に貴族たちが食生活を行っていた部屋の総称である大番所に由来し、中世以降台所と呼ばれるようになった。また、英語のキッチンの語源は古来語の最新。 ラテン語の COO キーなに由来する。レストランなどの営業目的である業務用の台所は作業人数に合わせた適切な広さや設備の設定が必要。設計には給水設備、排水設備、ガス設備、電気設備などが関係し、幅広い専門知識が求められる。衛生上では保健所からの指導で2層式のシンクや手洗い機、 消毒薬の設置を指導されたり、定期的な検査が必要とされたりする。なお、調理場は、地上の建物内に限らず、外洋に出る大型船舶内にも古くから、備えられている。一例として、長崎県高島沖の海底から発見された、現行時の軍船の周囲からは、南宋製のレンガとともに、豚の骨が見つかっており、考古学者は、 船内で火を用いた調理が行われていたと考えている。長期間上陸しないことを想定し、船内調理場を備えることは現代でも豪華客船に見られる。気温が低く、凍結によって給排水がままならない地域、食物の腐敗や細菌の影響が切実ではない北の地域では、洗うという概念が南の地域とは異なる。食器や食材を洗う作業が、 重要視されないために、シンクや流しは小型な傾向があり、流しを使わない文化圏もある。水の消費は南の地域より少なく、動物性質をお湯で洗うため食器洗浄機が普及している。一方、高気温な南の地域では衛生面の配慮以上に、粘土製の泥が野菜についているために、調理前に洗う作業が不可欠となる。また、残砂の腐敗が早いことから、 使用後の食器や調理器具を洗わずにはいられない。大量の水を使用する南の地域の台所には、水の確保や処理に関する道具や、家屋を湿気から守る工夫が多く見られる。食物を調理するためには、洗う、切る、煮炊きするなどの動作が必要である。縦穴式住居では、各住居の中央において、直火による加熱調理が行われ、 高くなった中央が肺炎の役割を果たした。このように家族が密集した状態では衛生上問題があり、またこれらを機能的に満足させることができなかった。そのため、はじめ住居の端に台所空間が移動させられたが、そのうちに独立した室が作られたのが台所の始まりとされる。フランクフルトキッチン加熱調理器の発展は、 定住型の民族の中で行われた。燃料となる焚き木は都市部でしばしば高価なものであり、熱利用の効率性が求められた。かまどは熱を効率的に使用することができた。しかし持ち運びは不可能で遊牧民族の間では普及しなかった。また火力調整が難しく、いろりなどのように直火による調理方法も一方で行われた。 かまどと色々は要求される機能が異なるため、両方が存在することもあり、製造する手間や空間の無駄を省くため、時代や場所によっては片方のみが存在している場合もある。台所空間で洗う作業を行うためには、排水設備が必要で、都市レベルでの優れた土木技術が必要であった。従って、古くから水道を取り入れられる国、地域は限られていた。 古代ローマのローマ水道では、使用料を払えば、誰でも台所へ水道を引き込むことができた。このようなケースは稀で、多くの場合、洗う作業は井戸回りや川で行われた。室内の台所空間では簡素な流しが使われた。どちらにせよ、台所空間は衛生を保つため、その床を耐水性に優れたものにする必要があった。 土間の空間は、その要求に応えることができた。近代に入り、下水設備が整うと、台所空間に水道が持ち込まれた。流し台は石、コンクリート、人造石とぎ出し、途端、ステンレスに、ハンダ溶接と進化したが、常に湿気を持った流し台は不衛生になりやすかった。ドイツでは19世紀末から20世紀初頭にかけて、キッチンメーカーが多く創業し、 20世紀になるとバウハウス運動や世界初のビルトインキッチンの開発などでキッチンのデザインに大きな影響を与え、その後もドイツのキッチンメーカーはヨーロッパ全域で圧倒的シェアを有している。1920年代にドイツの集合住宅用として設計されたフランクフルトキッチンは利用効率、小スペースコストを考慮しながら統一性のあるデザインにより、 広く普及し、後のシステムキッチンの先駆け的存在となった。また家事の合理化による女性の負担軽減というフェミニズム運動にも影響を与えている。伝統的な日本家屋の台所。江戸時代後期、比較的大規模な民家の例。中央が土間、左側にかまどが並んでいる。江戸時代には井戸橋や川辺で食材や食器などの洗浄を行い。 それを住居内の木製の流しに持ち帰って、台所仕事が行われていた。明治時代になっても、庶民の住宅の台所は、へッつイを中心とする、床上空間と尊居式流しを中心とする、土間空間に分かれていた。ガスも普及しておらず、へッつイと七輪が熱源となっていた。水道の普及により土間の置き流しに直接水が注げるようになったが、冷や水を使うためには、 しゃがみ込む必要があった。大正時代に入ると、大正デモクラシーと共に、台所改善運動が起こり、立った姿勢で調理ができるようにすることと、電気、水道、ガスの近代設備の整備が課題とされていた。しかしこれらが農村部にまで定着したのは、第二次大戦後になってからである。戦後になると、ステンレス流し台や、システムキッチンが登場した。 ステンレス流し台は1956年に春見団地のダイニングキッチンに初めて導入され一般家庭にも普及していった。また昭和40年代後半には空間や用途に合わせてキャビネットやユニットを選択できるシステムキッチンが登場した。アイランド型キッチン世界的に見た場合気温によって火と水の使い方に大きな違いがありそれにより食空間の形態や 調理法にも違いが生じている。気温が低く、日照時間の短い地域ほど、台所の日は、暖房や住まいの照明として、非常に重要となり、台所は、リビングや寝室など、生活と密接した位置に設けられる。一方、年間を通じて、気温の高い地域では、日から離れた方が快適であるために、台所は、生活から離れた場所に設けられる。 台所はかつて北側に配置される傾向が強かった。これには冷蔵庫などの保存技術が発達していなかったため、日光による食物の腐敗を防ぐ目的があった。従来の傾向は保存技術が発達した時代になっても伝統的に受け継がれることが多かったが、近年は生活様式の変化により、今、食事室と一体化した台所が南側に、 配置されることもしばしば見受けられるようになった。作る場である台所は、食べる場である食堂との関係が非常に重要になってくる。より独立性を持たせ、周期の拡散を防ぐ独立型キッチン、作業台や流しが、食事室方向に向き、家族と会話しながら作業できる、対面式、キッチン、ダイニングテーブルと、台所流し天板が一体になった。 開放型キッチンまでで様々である台所にはある程度の広さが確保されていないと体に障害のあるものにとっては使いにくい場合がある。例えば車椅子を使用しているものが調理を行う場合通常の車椅子には真横に移動する機能が存在しないために移動の際には車椅子の方向転換がしばしば必要となる。この方向転換には ある程度の空間が必要であるため、台所が狭いと支障が出る。日本では、平安時代から江戸時代にかけて、大臣、将軍など、貴人の妻のことを、五台所と呼んだ。また、現代でも、台所事情という言葉は、家計や会社などの財政状況の意で使用されている。食材が集まる、生活市場などを指して、台所と呼ぶこともある。 東京の台所付き自市場など、台所での作業はしばしば、母子、嫁姑に共同で行われ、コミュニケーションの場や、知恵の伝達場所としても機能した。各家族かとこの台所離れによって、このような傾向は少なくなったが、近年、食育の考えが見直され、教育の場としての台所が復権されつつある。家族共同で行うことで、調理の過程、それを通じて、 物事の過程を知ることができ、刃物や火の危険を知ることができる。ありがとうございます。